誰かに言われたからとかじゃない限り、そんな受信持って3億ですよねって言ってくる人っていないんじゃないですか。だから仕事だけなんですよあ、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今日は私がですね、ちょっとどうしても話したいことがございまして、エマネて売ると買うあるじゃないですか。うまく売るのも分かっとかないといけないのは、はい、うまく売れるってことは買う人の気持ち分かってないと売れないわけですよ、はい、そうですね。買う人の観点っていうのが4つぐらいありまして、うん、対象事業の、妥当性というか、それ自体の魅力、例えばあ、ここはこの地域ですごい強いんだとか、この事業はそもそもその未来永劫続くんだとかっていうのがあるじゃないですか、はい、そういう魅力と、もう一つがその自分がやった時にメリットがあるかどうか、うん、伸ばせるとかですね、うん、あ、僕石田さん知ってるから石田さんにちょっとアドバイスまでこう伸ばせんだとかですね、自分の持ってるもので伸ばせるかどうか、でもう一つが、それをやる大義というか、あの自分は例えば社会貢献したいからこれをして地域貢献をしたいんだとか、そういう大義というか、うん、まあ、それがいわゆる DNA とかそういうのになるかもしれないですけど、もう一つはやっぱり経済合理性、うん、例えば1億突っ込んでキャッシュフローの投資回収、投資回収というのは大体 3つぐらいの観点があって、一般的に比較されるのはあの不動産投資の利回りと比較されると、うん、はい、でもう一つが、事業会社なんか上場会社なんかは投資回収で大体やっぱり償却とかも含めて3年とか5年っていうのを基準にするので、3年から5年どんだけ回収できんねんっていう目線で、もう一個はその融資、うん、M&A 融資っていうのはやっぱり3年から、見たことあるので言うと大体マックス9年ぐらいなんで、うん、その融資期間で、キャッシュが返済できるかどうかっていう、うん、そういう目線なんですよね。儲かってるから売りたい、ずっと1000万ぐらいの利益が去年3000万出たから、よし今だと売ろうって言った時に、誰が3000万で今後計算するかって言ったら、やっぱ銀行に融資持ってって3000万出てるんで、これで5年で、M&A 融資してくださいって言ったら、いやいや1000、1000、3000やったらせめて1500ぐらいじゃないのみたいな、うん、になるわけですよ。だから基本的にその例えばソフトバンクが新聞を賑わすような何兆とかっていうその夢のような M&A っていうのは、まあたまにありますけど、基本的には一般的な M&A が多い中で、売る人はやっぱ買う人がそういう考えなんだっていうのを分かった上で絵を描いていかないと奇跡は起きないっていう、そういうのが大事ですよっていうことを僕は言いたいという、だけどそのどうしてももう売りたいと、はいはい、だからもう値段をむちゃくちゃ下げるみたいな、まあ、それは経済合理性にちょっと入るのかもしれないけど、はいはい、売れそうもなかったらもう半額にと買ってくれる率を上げる。ああ、それも一つです、全然一つです、うん、よくあるのはそのどう見ても査定して1億なのに、いや希望3億なんだよねみたいな言われて、1億は3億にならんからっていう、1億2000万になるかもしれないですけど、うん、3億にはならんっていう。でも誰かに言われたからとかじゃない限り、そんな自信持って3億ですよねって言ってならないでしょ、来る人っていないんじゃないですか。だから仕事だけなんですよあ、よくわからない方がいけますよこれ3億って言って、その人もちょっと舞い上がっちゃって、そうそうそう、いけるやろうって乗ってくるってことですね。そうそうそう、だからお前は1億って言うけど、うん、A 社は3億って言ってるから、じゃあ3億で売ってくれるところと契約するとかになるんですよ。フランチャイズ同様、こうみんな知らない人たちが多いんで、多いですね、ちゃんとしたことをね、はい、テレビであのストライクって会社、はいはい、があの結構派手に宣伝してるみたいですね。そこで語られている文句をね、はい、うん、僕なりに思うと、これはもうこういう CM を作るってことは M&A 業界っていうのが本当に騙されやすいというか、 M&A に信頼をっていうキャッチコピーですね。そう、何パターンかんだよね。上場はしてるんだ。上場してて、うん、一応業界ではもともと3番手って言われてます、ね、うん、じゃあまあまあいいか。時価総額700億ぐらいかな。あ、じゃあ来たね。だからテレビ CM 結構目立つんで、その CM がみんなね、なんかこう M&A 業界ってのは怪しいっていう前提で作られてる、はいはいはい、確かになんか保険屋さんの CM みたいな、うん、だから怪しいっていう前提でこっちが思ってるんだなと、そこをついてきてる。手数料問題もありますし、うん、あの本当に誠実にやってるかどうかだと思いますよ。そう、あったあった、そう思い出した。私たちと報酬は見合ってるのだろうかみたいなあ、そんなえ CM で、そうそうそう、そうあった。もうそんなこと言うのかよと思って、来られるってこと言ってるようなもんじゃないかみたいな。よくないですね、それは。よくないんだ。だからこそ報酬に見合ったものを提供しなければならないって書いてありますね。
そうだね、はい、結局もらうってことですかね。そうそうそう、はい、CM をやってるってことはもう儲けたいと思って出してんだから、業界のために出してんじゃないからそれは利益上げるために出してんだから。例えば高いって言われても、いやちょっと CM やってるんでって嫌だ、まあ、CM もね、そうです、そう報告宣伝料ですから、はい、はい、そういうこと、まとまりがなかったです、はい、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。